どうもこんにちは、RYJです。今回紹介するヨーヨーはこちらでございます。アストロフライです。なんと僕ハイパーヨーヨーを初めてレビューします。別に同じなんだよね、普通のヨーヨーとね。アストロフライです。よいしょ、ね、ハイパーヨーヨーですよ。ハイパーヨーヨー、なんで僕が今更っていうか、ハイパーヨーヨー結構使いやすいのもあるんだけど、なんで僕が今ハイパーヨーヨーを紹介するかっていうと、使いやすいらしいんですよ。中級向けですね、中級向け。多分引き戻しだね。はい、ちょっと中見るか。中を、ね、まず形は H、これ H プロファイルだよね。H プロファイルで、ゲルと危ない、レスポンスは、スターバーストです。そして、あれ？ナイスペダ。スペーサーが打ち支えタイプ、センタートラックベアリングの、おそらく、あ、これサイズなんだろう、A か C、まあ A なの多分、A なの多分、ベアリングサイズは多分 A だよね、これ。おそらく A です。で、おそらく8ゴールです。それでは振ってみましょう。はい、それでは振ってみましょう。回した感じはこうですね。お、綺麗だな。オレンジと黒ですね。そして、引き戻しです。お、いいな、結構。使いやすい。結構重みがあって安定してるんで、トリックが意外と続くかも。以上でアストロフライの紹介でした。